マブラブオルタネイティブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、竹見和知が搬入されてきたところからですね。つくよみさんとサンバカ。名を呼ぶ許しを与えた覚えはないな、白金たける。そいつはどうも。何をしていると聞いている。さっき注意が何か言いたそうな顔をしていましたから。俺の名前どうして知ってるんですか。間違いではなさそうだな。そのようですね。ああ、何ですかその間違いってのは。お前は何者だ。何者も何も、今俺の名前を呼んだんじゃないですか、白金たけるって。とぼける気ですか。何を。死人がなぜここにいる。まあ、ただ死人ってどういうことですか。俺はここでこうして生きてますよ。国連軍のデータベースを改ざんしてここに潜り込んだ目的は何だ。人の質問には答えずに一方的に質問するのがこの A 軍のやり方ってわけですか。もう一度だけ問う。なぜ死人がここにいる。意味不明ですよ。上代省の管理情報までは手が回らなかったのか、それとも追及されないとでも思ったのか。一体何の話ですか。俺が何をしたって言うんですか。名屋様に近づいた目的は何ですか。自分から近づいたわけじゃないので、それ自体に目的はありませんよ。ま、前回と違って今回は目的を持って近づいてる部分もあるが。返答次第では今この場でもう一度し。何をしている。つくよみ、神よ、ともえ、恵比寿、まだいたのか。ここで何をしていた。結構遠くから走ってきたよね。メイヤ。メイヤ様をそのように呼ぶなど。よい、私が許した。メイヤ様はこの者がどのような男かご存知ないのですか。知らぬ。だがここではそれでよい。しかしこの者だけは別問題です。もうよい、下がれ。メイヤ様。下がれと申した。は、行くぞ。しかし。失礼しました、仰せのままに。はい。つくよみ。は。日頃のそなたたちの心遣いには感謝している。もったいないお言葉。身に余る光栄にございます。不愉快な思いをさせたな。許すがよい。お前が悪いわけじゃない。もちろん、つくよみ注意が悪いわけでもない。つくよみさんの言ってたこと、確認する必要があるな。ゆうこ先生に頼もう。前に、すみかの戸籍を調べてくれたんだ。いろいろ知ることができるんだろう。たける?飛ばしちゃった。なんだ?この A 軍の A 氏に詰め寄られても動じないとは。やはりそなたは変わっている。おいおい、人をいきなり変人扱いがよ。私の出自、おおよそ予想がついているのであろう。なのに、なぜそうも気安く。だから言ったろ、俺は失礼なんだって。それとも、それは敬えという遠回しなお言葉で荒らせられますか。前のこの世界に数年いて、この世界の政治形態が元の世界とかなり違うってことはなんとなくわかっている。皇帝に任命されて、国事を全権代行する征夷大将軍なんてポジション、元の世界では存在しなかったからな。バカ、よせ。ただ、今までそなたのような慣れ慣れしい態度で私に接する者はいなかったのだ。だから私は、そなたが外国出身で、日本の世情をほとんど知らないのではないかと思ったほどだ。確かになんとなくしか知らない。だけど少なくとも、前のこの世界では、そんなことを知らなくても十分やっていけたんだ。日本の政治形態がどうのこうなんて、人類の勝利には何の関係もないし、興味もない。まして、メイヤと俺の個人関係には何の影響もないじゃないか。俺ほどじゃないにしろ、タイのみんななって割と普通だろう。任務中の言葉遣いは対等でも、自由時間などはぎこちないものだったぞ。そうだったのか?そなたが来る前まではな。そなたが来てから、皆の硬さがほぐれてきたような気がする。そんなもんかな。うん。なあ、俺も一つ聞いていいか?なんだ?俺って死んでるように見えるか?
なんだよ。何を言い出すかと思えば。だからどう？死んでる？だとしたら、迷わず成仏いたせ。え？少なくとも、私の目には生きているように見える。そうか。本当にそなたはおかしなやつだ。理由、話すの難しいんだ。え？でも隠してるわけじゃないんだ。そもそも俺にはさっぱりわかってない。タケル。そういう部分をなくしていくのが仲間ってことだと思うんだけどさ。本当はな。このタイには訳ありの人間が多いからさ、お互い必要以上に立ち入らないのもありなんだけど、俺はそういう気遣い、気の使い方は苦手なんだよ。そなたらしいな。だから本来まず自分のことを話していくのが筋なんだけど、はあ、矛盾してんな俺。別に無理に言う必要はあるまいに。だからお互い命を預けるんだから、そういうのも言えるような仲間になりたいって話なんだよ。俺もさ、話せることはなるべく話すようにするからさ。だから少しずつでもいいからきっちりと向き合いたいんだよ、お前らと。なんかうまい言葉で伝えられない。口では向かい合いたいなんて言っても、俺にはメイヤたちには話せないいろいろな事情がある。だから言葉では俺の思いを十分伝えることができない。いつか話す日が来るかもしれぬな。なあ、そうだな。早くそんな日が来るといいな。俺は嘘つきだ。断片的ではあるが、はっきりと覚えてる人類の敗北。それを繰り返さないために、俺は優子先生の計画、オルタネイティブ4を成功させようと必死になっている。だから隊員の相互理解がオルタネイティブ4の成功に確実に結びつかない限り、その優先度は低いものになり、ならざるを得ない。もちろんみんなと分かり合いたい気持ちも嘘ではないけど、嘘つきの上に矛盾してやがる。さて、そろそろ俺たちも行こうぜ。あまり遅いと噂になっちまうぞ。待て。あ？そなたに感謝を。話せてよかった。よせよ、改まって。さ、行こうぜ。メイヤのこの笑顔ほんと好きだな。いいか。ほら。次は、上か。残念ゼロ。だったら、いや。とは。よし。しゃがみ動作キャンセルからの前出しだ。なめんなよ。本当楽しそうだな。動作教習応用課程 F を終了する。本日のシミュレーター訓練は以上だ。上がれ白金。さすが吹雪は新型だけのことある。激震から乗り換えると贅沢な練習機なんだってわかるよ。吹雪の方が柔軟で高機動操作系の、速攻性も格段に上だ。でもその分挙動が繊細で神経質だよな。激震はある意味大味で気が楽だったな。慣れって恐ろしいよ。初めて激震に乗った時は、逆に重くて遊びが多く感じたもんな。ま、あれだな、蓄積データが増えて、フィードバックが効いてくればもう少しマシに感じるんだろうけど、もっと感覚的にキャンセルとかコンボとかを再現できるようになってすればな。特殊コマンド入れるとオートキャンセルかかるとか。それじゃゲームだよな、ゲーム。ゲームか。懐かしいな。主観時間で考えると、3年もやってない計算だな。前の今頃はリアルバルジャーノンだとか言って無邪気に喜んでたんだよな。でも実際はバルジャーノンとは大違いで苦労したな。バルジャーノンか。あれほど簡略化は無理でも、もう少しあの感覚に近づけられないもんかな。例えば初心者用モードみたいな感じでさ、ボタン一発でコンボとかオートキャンセルができるやつ。サクサク遊びたい時にはそれをオンでしてやってたっけ。バルジャーノン移植版のオリジナル初心者モードはよくできてたな。ゆうこ先生も頭蓋骨開いて思考伝達とか物騒なこと言ってないで、そういうのを作ってくれればいいのに。初心者モードか。それ良くないか。戦術機バルジャーノン化計画。そうだよ。間接的な、統計思考制御は今だってやってるんだ。だったら、
基本動作パターンにコンボやキャンセルの概念を組み込んで自動化して実行させる。そうすれば誰でも同じ起動ができるようになる。これだ。早速ゆうこ先生に頼んでみるか。先生。何よ、白金、慌てちゃって。先生、この前暇だから戦術機いじるみたいなこと言ってましたよね。え？うん、言ったけど。だったらぜひやってほしいことがあるんです。は？どう反応されるかな。操縦概念の転換というわけね。ハード面の開始をして実機で永遠テストなんて悠長なことはやってられません。あなたの知ってる未来を前提にすれば。そうね、前に話しましたけど、俺がもともといたベータのいない世界では、家庭でここのシミュレーターみたいなことができるおもちゃが普及していたんです。覚えているわよ。ロボットゲームが得意だったんでしょ。俺がやってる特殊な起動は、そのゲームでちょっと練習すれば誰にでもできる一般的な、必勝操作テクニックなんです。誰にでも。誰にでもじゃねえよ。前の世界で、最初俺もゲームと戦術機の違いに戸惑いましたけど、操縦に慣れたらかなり再現できたんです。戦術機と素人の俺がですよ。なんでできるかって言えば、戦術機の自律制御技術がここまで進んでるおかげですよ。だったら逆に機体側に俺がやってる起動操作をやらせない手はないですよ。俺の起動テクを評価してくれているならやるべきでしょう。誰にでも同じ動きができるようになるんですよ。確かに。で、具体的にどういう起動を考えているわけ？キャンセルとコンボです。キャンセルとコンボ。キャンセルは例えば戦術機って転倒しそうになると勝手に受け身を取ろうとしますよね。そうね。受け身の自動シーケンスに入ったら、その間機体が操作を受け付けなくなるじゃないですか。それをなくすんです。次の動作を入力できるようにして、そのシーケンスをキャンセルするわけね。そうです。受け身が取れなくなるわよ。倒れながら射撃する方が重要です。電子機器や機体に負担がかかりそうね。整備兵に殺されるわよ。それなら腕とトリガーのコマンドだけを選択的に受け付けるようにすればいいんです。簡単に言ってくれるわね。じゃあコンボっていうのは、ある一定の操作をある時間内に行った場合、通常とは違う動作をすることです。キャンセルとは違うわけね。さっきの家庭用ゲーム機のコントローラーは基本的に方向制御する十字キーやレバーと行動制御する多数のボタンで構成されているんです。ふん。例えば一定間隔でパンチボタンを3回キックを1回押すとどうなると思いますか。パンチを3回キックを1回するんでしょ。正解です。それが右パンチ3回、前蹴り1回だったとしますね。で、そのボタンを今度は素早くパンチパンチパンチキック通すと、右左右、後ろ回し蹴りになる。これがコンボです。連続技みたいなもの。まあそうです。その連続パターンを一つのボタンに登録するのはダメなの。それもいいですけど、この時、右左右までを実行しておきながらやばいと思ったら、後ろ回し蹴りはキャンセルできなきゃダメです。どうやって。違う操作をすればいいんです。つまり常に入力された命令を監視判断しているってことね。そうです。なるほど。言いたいことは概ね分かったわ。要点は2つ。操作の簡略化と起動制御のパターン化ってことになるんですか。あなたが言っているのは、使用頻度の高い起動は完全自動化して、それを任意に解除できるようにしろってこと。ああ、そうです、そうです。できると思う。はい。その戦術機はどこでどんな任務に就くかわからないのよ。はあ。あとコンボ、それを誰が設定するわけ。誰でもいいですけど、とりあえず俺がやります。操作ログをコンバートすればいいんですよね。まあ行動パターンを切り出してトレースすること自体は簡単よ。本当ですか。だったらけど、そんな決まりきった動きしかできない柔軟性のない機械が実戦で役に立つのかしら。言っておくけど、戦術機に求められているのは全天候全環境展開制圧能力なのよ。戦場の環境は毎回違ってくるし、敵がいつも同じような距離で同じような動きをしてくれるわけじゃないでしょ。タイミングの取り方はどうするつもり。それはその全てに対応するパターンをやってみせてくれるの。でもそれだと技の数が多すぎて操作の簡略化にならないわね。本末転倒よ。賢いな、やっぱ。ぐぅ。いや、ならちょっとくらい汎用性を。全ての判断をコンピューターにやらせるつもり？極限までその話を推し進めれば、英知はいらないってことになるわね。そうなればなおのこといいのでは？それは、人間と同じ思考を持つ機械を作れっていうことね。あ。
械の思考と人間の思考は全く別物なのよ。はあ。そうね。例えば青い鳥が空を飛んでるとしましょう。うん。青い鳥ですか？物事を判断するとき、人間の脳は複数の情報を関連付け、記憶と照らし合わせて解釈するの。それって、鳥がいればそれが青くてさらに飛んでいるという3つの情報を瞬時にかつ的確にまとめることができる。はあ。人間は並列で物事を考えることができるわけ。わかる？なんとなく。それにコンピューターはそれができないってのも。それがわかればいいわ。さらに人間は記憶や知識から鳴き声を連想することまでできる。それぐらい機械にもできそうですけど、無理なんですか？データさえあれば鳴き声くらいはどうにかなるかもしれないわ。けどそこが限界。昔どこかで聞いたことがあるなんていう記憶の呼び出しはない。でもそれがデータってもんじゃないの？はあ。他にも綺麗だとか不細工だとかまずそうだとか見たものから連想して次の思考を生み出すのは不可能なのよ。ああ、どこまで思考するかっていうのをちゃんと設定してない限りはってことか。想像力はないってことですか？あまり厳密ではないけど、まあ間違いではないわね。けどチェスで世界チャンピオンに勝ったコンピューターありますよね。あれって先を読んでるんじゃん。 こっちの世界ではあるか知らんよ。ふーん、あなたの世界にはそんなのがあったわけ？はい。その話だけじゃ今の説明の反証になってないわ。うん。なんでですかじゃないんだよ。それは狭い範囲で、そう、さらに限定されたルールがあるから可能なのよ。無数にパターンがあってそれを全部インプットさせられるかっていう話になってくる。なるほど。さてここで問題。戦術機はチェスの盤上のようないかなる場合でも変化しない状況でしか使われない？そんなことないですね。となるとなぜ戦術機の操作が完全に自動化されず間接的な統計思考制御という形で人間の判断に委ねられているか、もう理解できるわね。いくら多様な動作パターンを用意しても的確な状況判断ができない機械には使いこなせない。ゲームはあくまでゲームか。マルジャノでどんな複雑な動作をしてもそれはゲームのプログラムという一定のルールの中で動いてるだけだ。けど戦場では臨機応変な対応が求められる。様々な情報が飛び交い常に変化する状況下で機械に、的確な判断を求める。これは無理だわ。そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。そうね。だから実践してみようと思ってるわ。え？なんで一回否定してからさやるって言うんだよ。は？要は並列処理速度と操縦連動の問題でしょ。並列処理？そういや前も聞いたな。それが半導体150億個の話につながるんだよ。間接的とはいえ人間の思考を反映している戦術機の起動や基本動作の制御は結局並列処理されているってこと。え？操縦しているエースと戦術機の搭載コンピューターが分担してやっているのよ。今までの話はそのおさらいみたいなもの。そうか。結局状況判断は人間がやってるし。人間に負けない認識力と判断力を持つコンピューターは今はまだ存在していない。けど戦術機程度になら十分すぎるものは存在するわ。程度ってやけに自信ありげだな。それってもしかして先生が作ったんですか？そうよ。違う目的のために作ってた試作段階のものだけどね。なんで今まで使わなかったんです？誰も戦術機に使いたいなんて言わなかったし、私の守備範囲はもっとマクロなところだし。先生、戦術機は対ベータ戦力の要ですよ。だって誰も不満なんて言わずに使ってるじゃないの。はあ、不満言ってるやつぐらいいると思うんだけど。何よ、ちゃんと不満を言いに来たあなたのこと褒めたのよ。複雑だな。しかもお粗末ながらも代案を持ってね。代案って大切だよな。これダメですよっつって、何がダメなんだ、いやダメですよみたいな。じゃあどうすればいいんだ、いやダメなんですよとか言う人いるじゃん。どうしろっつんだよって話だよね。お粗末引っかかるか。それでも私の興味を引いたんだから大したものよ。ありがとうございます。本当に褒められてんのか？感
環境変化によるタイミング補正はコンピューターを換装して戦術機の自動処理能力を引き上げれば問題なくなるはずよ。できますか？簡単よ。すぐ手配するわ。じゃあ早速お願いしますよ。あなたの練習機を概念実証機としてテストするわ。常にデータ回収するからそのつもりで。はい。いや、俺がテストパイロットですか。あんなデタラメで無茶な軌道を戦術機でやる人間があなたの他にいる？テストパイロットって、いや、エリート中のエリートなんだよな。まあなんかロボットアニメだとそんなイメージだよね。が、ひでえ言いようだ。言ったでしょ、褒めてるんだって。素直に喜んでいいんだか。何言ってんのよ。あなたの持ち込んだ奇抜な軌道制御概念が人類の劣勢を覆す鍵になるかもしれないわよ。なってもらわないと困ります。戦術レベルではね。戦術と戦略は全然違うからな。え？いえ、そうね、その通り。先生？なんでもないわ。じゃあ必要な時には呼ぶから。わかりました。あ、そうだ、もう一つ重要なこと忘れてた。何よ。俺のことです。調べてほしいことがあるんですけど。何？この絵群の机見中に言われたんです。死人がなぜここにいるって。上大将か。前の世界でも同じことを言われたんで気になって。なるほど。将軍家の一切を取り仕切る上大将なら知っていたとしてもおかしくないわね。どういう意味ですか？あなただってうすうす気づいているんじゃないの？この世界の白金たけるってこと？あなたの言うように今と前のベータの存在するこの世界があなたの元の世界と似てるなら。それってつまりこっちの世界にも俺がいるってことですか？ほぼ正解。正確に言うと過去形でだけどね。じゃあいた？分かってるじゃない。つくよみさんの言ったことは正しかった。ここで一旦区切ろうか。まあそうだよな、全然その可能性考えてなかったけど、そういうことなんだよな。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。